重要な9回戦のアルキア、そしてキュアワーでのスタート、まずは早いスタートです、花よりから、はい、まずは岩崎選手がキュアワーでのスタートというところは一つ強いポイントですね。花よりから入りますし、はい、ライコー V が出てきて、そうですね、オリジンバルキア V を見たので、弱点をついていけるアタッカー、ライコー V が、まあ、エネルギー2個つければ、手札からつける分だけでしっかり倒していけそうなので、まあ、そういったところも見てここで出していきましたね。サンデスボールプレーです。日向選手の敵がマジで気になります。そうですね、はい、何がなるほど、いや砂の毛皮 EX ということ、うわー、タケルライコー EX だ、なるほど、なるほど、タケルライコー EX、ここまでフィーチャーだけなかったんじゃないですかね。そうですね、タケルライコー EX にさらにオリジンバルキア V、V スターが入っているという形になりますね。この形ではどれくらいの頻度出てきそうですかね。いや、こう多くはないと、珍しいですね。なるほどなと思ったのは、はい、ベンチに出ている輝く月光がであったりオリジンバルキア V スターが技を使うために、V スターパー、スターポータルを使っていってもいいと思うんですけど、うん、これ極雷号、タケルライコー EX の技が、自身の、まあ、場のエネルギーをトラッシュすればするほどダメージが上がるんですけど、まあ、スターポータルで、水エネルギーをトラッシュがつけてくることでそのトラッシュするエネルギーにも回せるっていうところが一つ、まあ、コンボになってるのかなと思います。さあここはチェカラそこです。どうですか、根津さんはこのタイプのデッキは当たったことありますか？いや想定してないですね。そうですよね、まだこれだけ見るとタケルライコー EX かどうかすらもよくわからない場面になっているので、はい、ただライコー V でオリジンバルキア V を倒すっていうあの番が想定されると思うんですけど、はい、タケルライコー EX が入っているので遠いエネルギーとかが入っていると思うので、ライコー V の弱点をつけて返しにカウンターしていけるっていうのが見れるかもしれないですね。そうですね、そして羽ばたく髪が、まあ、今出ているんですけど、これがロスゾーン軸に、まあ、非常に強く刺さります。こちらアイアンの羽ばたきでバトルポケモンの特性をなくすことができるんで、まあ、前に出てきたキュアワーの特性をなくして花呼びさせないという動きが一つ強力ですね。まあ、多くは岩崎選手のようなデッキには、鉄の包みが採用されていて、ハイパーブローワーを使うことでその羽ばたく髪を、まあ、避けるようなプレーがここからも、まあ、見られるかもしれません。さあここでオーリング博士の気迫です。トラッシュからつけ、そして山札3枚引きました。そしてハイパーボールです。エネルギー2枚をトラッシュへ。さあここに何持ってくるのか、うん、ここでは1個いいですね、まあ、最初の番にしか使えないですけど、この1切りテイクでしっかり手札リフレッシュしてまだまだ動いていけそうですね。さあこの重要な一戦での最初の攻防ターン、まあ、バトルバーオリジンパルキア V っていうのは根津さんやっぱりちょっと怖いところありますかね。はい、こう V が見えてるので怖いですね、うん、羽ばたく髪もベンチに出たというところでとてもいい回を狙っているんじゃないかなと思います、うん、なるほど、はい、オリジンパルキア V が倒されるっていうのとアイアンの羽ばたきの羽ばたく髪をバトルバーに出すっていうのが、まあ、うまく噛み合ってるというか、おー、ね、これは熱いですね。これはだいぶ無人化が固まったところですね。勇気の守り、これで HP が140になりました、まあ、これによって、まあ、そうですね、コツアンプリファイとかも入るようになりますし、うん、これは岩崎選手からするとまず花選びも止められているような状況です、さあ、車の実験カードで、さあ上から5枚、5枚です、はい、おー、エネルギーが4枚、そしてミラージュゲート、かなり悩ましい、そうですね、ロストの呼吸のちょっと難しさが出てますね、うん、5枚です、はい、でしかもこれライトニングロンドのダメージがまだ120しか出ないので、敵の守りがついている羽ばたく髪が倒されなさそうですね、そこも強いですね、うん、森の噴石はあるので、まあ、一つライコー V につけて動きを作ることができそうではあるものの、まあ、どこで切るのかっていうのは難しいです ね、 ですね、森の噴石のサルケミを使って中条品と持ってくれば、ポケメリカ持ってたので羽ばたく髪を倒すことはできそうですね、うん、いやとにかくこの羽ばたく髪を、まあ、倒すをは避ける、そうですね、そういうのが一つ岩崎選手のハードルになってきます、うん、ここを抜け出せるとか、森の噴石、そしてサルケミを使用していきます。ハチグマカツキ EX 見えましたね、うん、鉄の階段 EX も入っていて、うん、鉄の積みも入ってますね、さあこのロスト軸で何勝目を上げることができるのか、まあ、なんといってもこのデッキはエネルギーの、まあ、管理が肝ですよね。そうですね、水が1枚、蝶が1枚、まあ、すごい釣り竿の枚数も大事、さあ山を確認しながら悩みながらも、いくらも先です、うん、山です、ありがとうございます、まあ、好きなカードも取れますから、ええ、この1手 V スターパワー、まあ、対戦中に1回しか使えない今この強力のパワーを何に割くのか、うん、悩んだ末にそろそろ手がかかったか、はい、さあ決まったようです、カードを出します、はい、この月光が持ってきてたので、うん、そのままベンチへ、まあ、ロストゾーンの邪魔、はい、にもこれで早くはないので、まあ、ここでしっかり倒すことができましたね。ここでライトニングロンドが宣言されました。ただやはり平田選手の勇気の守りを張る判断というところは一つうまかったなと思います。はい、さあタケルライコがバトルバイでました。となると平田選手は、まあ、最後2枚飛んでいけるかもしれない番になりますね、うん、まあ、オリジンパルキャブイスターが入っているデッキ、そして、まあ、ベンチにキングイエクスもいるというところから、このライコウはかなり倒したいですかね。そうですね、まあ、本来であればこの古代のポケモンを出してオーリンを任せるでエネルギー2つ加速して極雷号210ダメージとかを目指していくと思うんですけど、オリジンパルキャブイスターが入っているのでスターポータルでエネルギーをつけることができるんですよね、うん、そうするとオーリンを任せる企画を打たなくても極雷号で大ダメージを狙えるというところがいいところかなと思います、うん、はい、さあここおっしゃる通りまさにイスターはスターポータルです、はい、できればあの水エネルギーを取らせたくなかったですね。この輝く月光の月光手裏剣というのも、まあ、ロストゾーン軸で HP 低いポケモンが多いので、まあ、狙っていたかったかなと思いますけど、ね、まあ、倒せないよりはマシかなという判断だと思います。さあそのままサイド進めたのは平田選手、これ4枚のサイドを進めます。まあ、岩崎選手からすると、まあ、これで宣言は悪魔だったんですけど大丈夫ですか。そうですね、悪魔の実験を使いますと宣言を岩崎選手が今されて、入れ替えカードだったというところですけども、うん、そうです、入れ替えカードを使いました、はい、この場合に、どちらを今入れ替えカードを使おうとして悪魔を宣言されたんですか。いや、悪魔を使いたかったです。あ、確かに悪魔がある大丈夫ですか。はい、そうですね、うん、ジャッジの方の判断で、そうですね、はい、はい、はい、では、悪魔の実験を、使うところから、タイマーを再開させていただきますので、タイマーの時間今15分57秒です、はい、まあ、再開させていただきます、はい、お願いします。これで悪魔の実験から再開ですね、はい、
プレーが再開されます、はい。まあ、岩崎選手視点、平田選手がスターポータルを切ったので、はい、輝く月光が、まあ、結構動きづらくはなるのかなと思います。なので月光手裏剣をそこまで警戒しなくてもよかったかなと思いますね。ロストボールすごい次さします、はい。さあロストゾーン、これ5枚ですかね。そうですね、うん、今日は花選手なんで花選びあと2回は、まあ、ロストスイーパーなどあれば、7枚に到達してミラージゲートまではいけそうです。さあここもロストが広がっていきます。今日そして今日は入れ替えカード、そのまま入れて花選び流れるような動きで、これでロストゾーンは7つになりました。おミラージゲート3枚になってますね。かなりバッと今広がってきましたね。アタッカーとなるポケモンが別の回の EX しかいなそうなので、そうすると武田 EX は倒せないので、トルクス EX かパチグマカス EX あたりを引けたらと思いました。来ましたね。ただ、タケルライコ EX の HP が大きいので、結構カラミティストームでね倒せるとやっぱ熱かったんですけど、そうですね。はい。まあ、クルイゲグルでしか取れないかなというところはありますが。この3枚、今に戻します。まだあります。トルクス EX。さあ、ここできました。トルクス EX。そして、イラチケート。この番でタケライコ EX をクルイゲグルで気絶させて、サイド2枚取って、あとはアテスのファイナー EX のボッツアンプリファイで、キルバ EX を雷タイプ、強弱点というところで3枚取ってっていうのが一番、うん、一番早い数字に見えますね。そうですね。そのファイナー EX をします。狙ってそうですね。これでミラージゲート2枚使います。さあミラージゲート、レーザーにはかなりやりましたので、これ2回目です。まあ、ここは相手のナンジャモなどで、まあ、この固まったミラージゲートが下に行くよりはというところですね。先に当たるのを用意しておきます。これがお願いします。まあ、サイドレース的には、どうなんでしょうか。先にね、まあ、3枚に到達するのは岩崎選手になりそうですけど、セクションはこれ4枚、ここで入れ替えカードです。ここにやってくるのはトロプツ EX ですか。これでまた宣言クルイエグルで、うん、ここはクルイエグルを宣言しました。最後の先行、これでおしゃれた3枚目、はい、自身に200ダメージが乗りました。さあ平田選手に待ってかかりました。ここ3番目、さあ隠し札の宣言2枚引いてます。スタジアムは見えています。そしてネストボールです。ここはどっちが出てくるんだろう。砂の木川 EX も手にかかってるように見えましたが、うん、まあ、アタッカー、砂の木川 EX 出てきましたね。そうですね、まあ、ベンチャーってその回の EX を倒すだけであれば弱点をつける砂抜けは EX の方がいいんじゃないかなという感じも見えますね、うんうん、なるほど。こちらですね、特性で、まあ、相手のサイドの残り枚数が現在4枚以下なので、磁力吸収によって自身に高エネルギーをつけることができます。さあ、水エネルギーがバトルバーのオリジンパキャップイースターへ。ベンチ出します。さあ、UX。 さあ、悩みながらもキャンセルコロンです。さあ、このまま終わりまで相手の特性が消えるということ。砂抜けは特性、磁力吸収。そして先ほどおっしゃっていた磁力吸収、そうですね、ここで、まあ、1枚ついておくことによって次の番も磁力吸収を使うプラス手札からつけるエネルギーでいけそうですし、まあ、オリバー風のキャップがあると、まあ、より楽に技が使えそうですね、うん、そして慣れた分から風のうねり、うん、まあ、ただ岩崎選手の手札を減らすようなサポートっていうのは使うことができなかった番にはなりますね、岩崎選手の一つここで、勝てる勝ち筋としては先ほどね選手がおっしゃっていたイキニコイエクスをボタンプリファで取ることなんですけど、まあ、ミラージゲートもありそうですし、うん、ここはすごい釣り竿がちょっと押そうかなっていうところで引いていましたね。引きましたね。隠し札から持ってきた、うん、カウンターキャッチャーもある。まあ、2つこの押しましたね。そうですね、カウンターキャッチャーとすごい膝を引いたんですね、すごい、これは熱いですよ。マイキニコイエクスベンチに色国も呼び出し手段にもありますし、ここはしっかりもう最後に間違いないように確認されてましたね、そのまま膝から戻していきます。これで、まあ、前もって雷エネルギーが1枚ついていたのが大きく、まあ、ミラージゲート1枚プラスというわけがつける分で足りたりもしますね。手張り、あとは今日は逃げるだけ、逃げ、はい、逃がせればこれでカウンターキャッチャーイキニコイエクスお願いします。そう、カウンターキャッチャーでイキニコイエクス、うん、これはツツジを使って入れ替え手段を取るというところですかね。入れ替え手段もしくはミラージゲートか、ソゾン君で結構入れ替えカード入ってると思うので、うん、そうですね、花選びでだいぶ引けるんじゃないかなっていう、そんなことになります。ボッツアンプリファイが決まるかどうかっていうところです。ありがとうございます。さあ、きます。ここから引いていきます。1組です。さあ、ここに入れ替え手段があるか、どうでしょうか。ああ、見えている。先ほど表情も変わっていましたが、これで決めたのは岩崎選手です。平田選手もイキニコイエクスが前だときにちょっと察するような表情もありました。はい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 、そうですね、いやでもちょっと結構待ちましょう。岩崎選手すごい綺麗なサイドプランでしたね、うん、そうですね、早い段階からサイドプランで止まることなくって感じでした、うん、さあこの表情も解放されるような表情がねやはり見えています。いや安心しますよ、うん、この瞬間先ほどある中での一戦でしたが、まずはネザフィカリってどうでしたか。はい、そうですね、まず最初に